小さい声でね、心の声でありがとうって。桜井坊内の豪快チャンネル。それぐらい運動能力っていうか、回しの速さを踏まえて すごいなんかね、なんかね、生まれつき。でもサッカーとか水泳ではなくなかった。野球には特別な才能を感じてたという。うん、自分でなんか、あ、いけるなって あったんですね。って感じてたのに、うん、感じてたたのに、たのに、たのに、また中学野球をやらないっていう。そうなんですよね。小学校のチームの全員が部活には入ると。うん、軟式ですね。軟式野球部に入ると。でそこけどレベルが低い。うん。徳永さんは入りたくなかったんですか？軟式野球。迷ってて。それは何で迷うんですか？野球を続ける続けないの迷いか、軟式って嫌な。お兄さん多分公式チーム入ってましたもんね。そうそうそう、ヤスボーイズね。ヤスボーイズね、入ってましたもんね、うん、なのでそこに行きたいけど自分一人が嫌みたいなことですか、うん、それとも野球以外のことしようと思ってる。いや違うね、野球やろうと思っててんけど、はいはいはい、全員が部活行くって言うから俺も部活でいいかなって。あ、ちょっと寂しい。そう、少年の心その2ですよ、ね、そうそう、今でも少年やから。そうですね。で最終的に部活入ろうってなって、うん、あ、部活入ったんですか？いや、なってん。なったな、入ろうと思ってん、ね、はいはい、なってん、はい、ほんなら親父があかんっていう。なるほど、公式入れと。入れと。あんなに怒られるな。レベルが違うやないかと、うん、プロ目指すんやったらもう絶対に、うん、安ボーイズやぞと、うん、田中俊三さんがおる監督のチームやぞと。そうですね、俊三さん見てます。大監督ですよね。大監督でもうほんまにお世話になって。いやだからそこで小6で170センチぐらいがあったし俺、うんうんうん、なんかちょっと反抗期のハイなんかな、はいはいはい、親父170なかったし、はい、親父って言ったら俺のお父さん。お父さんでもまあまあムキムキやけどね。でなんで怖いイメージあるし、はいはい、怖かったし、はいはい、でまあ反抗もしたことないし、はい、うん、けどなんか知らんけどそういうところあんねん俺。そこで親父があかん言うけど、いや俺もう部活入るよ言うて、それでもあかん言われてね。で、まあ、初めての反抗中が違う道を行ったんですね。それでもほんで安ボーイズの体験談あるから、はいはい、それにはとりあえず行くぞ、はい、来いって、はい、分かったみたいなって、俺はもうブチ友達の家に逃げるという。なるほど。友達の家に電話かかってくるみたいな、はい、ブチみたいな。でそこで初めてなんかこう言い合いしたら、ね、ほんでもう俺やもうそんなんやったら野球やらへんみたいな、うん、実際やらなかったっすか。やらなかった、1年間やらなかった。中1はだから野球というものを一切やらない、ね、そうそう、もう勉強しかしてない。いやいや、そうです。勉強もしてないはずです。どうだよな、この情報に。まあ、それはまたおい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 の話いこう、その話も長なるからしてないですよね。勉強はしてないです。全くしてないです。なんかこう、楽しいことしてましたね。あ、まあでも、いいことやと思います、ね、うん。青春してたかな。いいと思います。うん、で、まあ、どうしようもなかったんですよ、僕は。中学1年生って言ってもね、どうしようもない人生というか、なりそうな。うん、まあ、ちょっとやんちゃみたいな。やんちゃなのか分かんないです。僕はやんちゃと思ってないですよ。世間のイメージは分かんないです。やんちゃなのかもしれないんですけど、その時に、まあ、中2になる前に、まあまあ、そのさっき話してたけど、兄貴が大阪桐蔭決まって、でもう、寮入るから、うん。って時に、うん、兄貴に言われたと思うねんな、うん、何してんねんと、うん、僕は野球やれよっていう、うん、いや、俺もうええわ、みたいな。うん、だけど、もう一回ちょっとお父さんと話し合えよ、みたいな。うんうん、けど、ずっと会って、うん、ずっと。うん、ずーっと1年間野球やりたいな、寂しいな、うんうん、けどその子のもうエネルギーもあったから、うんうん、ずーっと家に俺はおらんわけや、うん、そこで発散してただけで、うんうん、けどほんまは野球が好きやし、うんうん、野球を隠れて見てたりね、自分の部屋で。うわー、いいっすね、それ。いいやろ、いいっすね。いいやろって自分で言うなよ。いやいやいや、ごめんなさいね。いいっすよ、いいっすよ。だからそれで、うんうん、ほんまは嬉しかったんで、うんうん、兄貴に言われて、うんうん、けど、そんなん中1で反抗期入ってて、うんうん、今思えばね、照れくさいし、そんなんもう親父ともちょっと言い合いしたしみたいな、うんうん、
うん、俺のことなんてもうみたいな。ああ、なるほど。そういうとこあるから。浮かびましたね。なんかもういいなっていう、うん。そういうとこがあるから、まあけどやっぱり本心が嬉しかったから。うん、小さい声でね、心の声でありがとう。いやいやいや、そんなことよ、校長。いやけど、まあ、それは、まあ、あんま覚えてないけど、その場になったってことよな。うん、で、そこで、親父も謝ってくれたんかな、俺も謝ったんかな、でもう一回野球やりたいって俺も言ったんかな、うん、まあ、そこまでなんか鮮明に覚えてないけど、うん、野球をやることになった。じゃあ、やるんやったら、またさっきの話ちゃうけど、本気でやろうや、うん、それ1年間取り越えさなあかんから、うん、で、親父に毎日8時には帰ってきてなって言って、うんうん、で、親父も小屋があってね、うん、小屋にネット引いて、うん、オールも買ってもらって、うん、それはほんまに毎日そっから売ったよね、うん、中2からですよね、戻ったのは。そうそう、だからその中1の2、3ヶ月か1、2ヶ月か、それも覚えてないけど、うん、毎日 D で、スプリーも毎日したし、何球ぐらいやってたんだよ。いや、まあ、1時間はしてたもんな。で、1回親父の車にもガラスパーン割ったけど全然怒ってなかったわ。うわー、いいお父さんですね。で、何回かまだ登録できてないから、うんうん、試合も見に行って、うん、なんか俺1、2回ボールボーイがバッと行きましたな。あ、そうで、見てて早く出たい、うんうんうん、早くで、なんか自信に満ち溢れてて、うん、やれとかやらされてたあの時の思いじゃなく、今度は自らが、うん、そう、このやりたい思いで、そう、これいい話ですね。いい話、いや大事です。教育学的にもやっぱその主体性っていうのがすごい大事なんで、うん、でそっからな、本当にお父さんと仲良くじゃないけど、うん、あ、今思えばすごい、今俺も今父になりね、うん、親父になり、うん、子供がどんだけ可愛いのも分かるし、うん、どういう思いなんだなっていうのも想像つくし、今度は俺はな、逆に導いてくれたんだなって。いや、お兄さんのきっかけありで、お父さんの愛情ありっていう、うん、実はめちゃくちゃこう支えられてたみたいな、じゃないと、もうダメなんやろね、桜井光大っていうのは。一人では生きれないかもしれない。自虐的なあ、そう、まあでも、うん、ありがたいことですよね。いや、ありがたい。それが第二の人生なんのかな、うん、なるほど。第一章というか、第二章というか、うん、言い方わかんないんだけど、うん、熱中したね、野球に。で、確か僕の記憶が正しければ、その、まあ、復帰というか入団、うん、2年生で入団して初試合出たんですよね、多分いきなり出た。それ、出たっけ。で、ホームラン打ったと思う。ですよね。俺の記憶やで。そんなことあるみたいな話がもう起きてるんですよ、そこで。普通ない、な、普通ないと思いますよ。だって小6の最後で一応キャリア終わってるじゃないですか。けどな、ほんまに鮮明なのは、ホームランやのにツーベースっていう記憶もあんねん。あいつです、言われたってことですか？っていう記憶もあんねん。確実で入ってたのに、飛びすぎて。柵越えホームランですよね。柵越えホームランや。ランニングなんて打ったことないよ。柵越え。みんな下がるから。そうですよね。うん、だからまあ、中2の時には178ぐらいあったから。で、75キロぐらいあったから。中2でもうバックスクリーン入ってたんですよね、当時。中2かな、中3やと思うね。バックスクリーン入ってた。中2でも入れてたんけど、はい、あの、ヤスボーイズのブランドは112か115ぐらいしかなかった。それは中2で入ってた。入ってた。本球場は中3でしょ。うん。それ、高3でも入らん子いっぱいいますからね。当たり前のように。ね、だからそれは、うん、何、その、自慢話じゃなくて、これはもう本当に親に感謝なんですよ。いや、努力はしたけど、そんなに中学校の時にじゃあ筋トレしたとか、うん、そんなに小学校の時からそんなにやってたパワーのトレーニングね、うん、だからそれは本当に何、もう親に感謝ですよね。これはもう冗談抜きで、だってそれをもらったわけですから、うん、プレゼントみたいな感覚ですよね。ええ話ですね。ええ話、ええ話ですね。